さあ出発するわよ。アクション開始。えっ、まだ先は長いようです。終わらせる。
爽快だ。クランタルセンデお粗末様でした。今後とも頼む、ミスル議長。悪くはありませんね。
させん。一騎止め。私にかかればこんなもんよ。新エリアか。分析を開始する。挑戦を開始する。Thank you.
ますぜ。再来だ。光線を開始する。慎重に。先手はもらったよ。さすがですね、銀ケイドさん。面白そうな相手だね。
敵集団だ。まだまだ続いているみたいだね。よし、かけるぞ。くじるんだ。ここだ。先手はもらったよ。カードが先制するぞ。いるんだ。見切れるかな。任せたよ。了解です。青き刃に刻めて刻む。ここだ。補佐官殿。遅い。ここだ。頼んだ。楽勝ぜ。うん、なかなかやるな。危険度大、油断するな。我が太刀は虚にして実。そこだ。奥義霊月一閃。数が多いですね。どうしよう。このまま戦闘終わりだ。ここだ。逃げ場はない。食らうのに。このまま制圧する。任せて。諦め、終わりだ。刻め。クルイザミクリスマスヨーサー。
け。私も楽しめたかな。さあ、お楽しみの時間ね。私の力見せてあげるわ。マルドックサポートへようこそ。ええもん揃えとるで。毎度あり。ええもん揃えとるで。おおきに。ほな、頑張りや。先生の教えの賜物だろ。隠してこそですよ。もっと良くなりそうだ。スキル性能向上です。クロックアップしたよ。性能アップです。パワーアップです。もっと強く。魅力も上がらないかな。さあ向かうわよ。顔だな。
思議の価値なしだ。距離を取って戦うがいい。群れてやがんな。さあ始めるか。僕の行け。切るのだよ。そこだ。いいデータが取れたかな。バンドの椅子。
解放だ。こんなもんだろ。まだまだここからだ。道が開けたわよ。手ごわそうだ。よし、よし、よし、押し切りが達成した。頼むわ。一気に決めるわよ。いいわよ。いいぜ。終わりだ。見とれたかよ。さすがのキレね、アーロン君。よっと今日は気合を入れた。バトル開始だ。敵を出す。チャンスよ。そこで決める。お、宝箱だ。センスですね。こんなもんってな。さすがのキレね、アーロン君。やるや。崩れたぜ。速攻で決める。決めろ、アーロン。熱火山。ま、ざっとこんなもんってな。やるじゃねえか。またロックされたゲートか。解除するには先ほどと同じような鍵が必要かと。廃棄区画のどこかにあるかもしれねえ。シャドウサーチでさ。アクション。速攻で決める。続いてアーロン。行くぜ。主役の出番ね。
てこんなもんってな。行きます。悪くなかったわアーロン。さあ始めるか。やった。速攻で決めます。ここだフェリー。ターゲット捕捉。逃がしません。続いてください。仕方ねえ。行きます。うわざっとこんなもんってな。キレキレですね。お宝発見です。えいやファイヤーえいはっ。そこで待機せよ。そこ速攻で決めます。えいはっ。もらっちゃう。いい手応えです。バッチリだフェリー。宝箱だな。ま、あたしに任せなさい。さあするわ。これでロックを解除できるわね。真打ち登場だ。ごちそうさま。ゴチになったぜ。結構なお手前でした。
し、道がつな。誰かいます。ナーディアちゃん、何でしょうか。いや、違うみてえだな。来たわね。その声は。なんでお前が嫌がる。アセン、なんでいるのかって、そんなの決まっているじゃない。バンハークライド、そしてアーロン、人の道を踏み外したあなたたちに復讐を果たすためよ。復讐だと。本気も本気みたいね。あなたたち二人を名指しで。心当たりでもあるの。さてな、お嬢さんには悪いが覚えはねえ。何にせよ俺たちはまんまと誘い出されたってわけだ。するとナーディアちゃんの針を偽装して。よくもそんな態度でいられるものね。裏解決を信頼できると思っていた私がバカだった。そのせいでアーロンまで染まってしまった。それ以上はやめとけ、アシェン。まずは何があったか説明するのが先だろうが。その必要はないわ。今の態度で分かったから。あなたたちに残された道なんてないってことがね。教師まで嫌がったのかよ。応戦するしかなさそうですね。なんとかして彼女の誤解を解かないと。ああ、まずは無力化するぞ。全てはヘイゆえのため。ブーストの効果決めるといい。今解き放つがいい。全力でいきましょう。リサキャ、決めろアーロン。遊びは終わりだ。見せてやるよ、起点のない。くらえ。敵は取ります。ブーストが有効だよ。そこだヘリ。遅いです。燃え尽きろ。負けないんだから。何か来る、気をつけろ。バトンタッチよ。僕に任せて。ゼロ、飛びかかれ。だな。手間をかけさせやがって。そろそろ落ち着いて話を聞かせてもらおうか。このくらいで終わらせた気にならないで。たく、しつこいやつ。あ、からの攻撃。やれやれ、まさか新手が潜んでやがったとはな。バンさんまで。まさか狂気に毒が。手分けしてフォローを。ええ、敵は任せなさい。くそが。しゃべらないでください。これは
の症状。速攻性かつ致死性の高い毒物。これはもう嘘。嘘ですよね、パンさん。どうか目を開けてください。さよなら、バン・アークライド。そしてアロン。来たか、アロン。裏解決屋の諸君も。こうして会うのはラングポートぶりか。珍しい同行者もいるようだが。こんなところで奇遇だね。残念だけど今回はそれはないかな。むしろどうしたものかと困っているところでね。ここが廃棄区画か。なるほど、
ねじ曲げられた何か。まあ先に行けばわかるさ。だな。一気に奥まで進むぞ。群れてやがんな。頼むぜ、シズナ。まさか私だと気づいた上でやってくるなんて。どうやら死ぬ覚悟はできているみたいね。
そこの二人も気配が丸見えかな。さて、そろそろ姿を見せなよ、黒金。姫、何故邪魔を。聞きたいのはむしろこちらなんだけどね。なぜ勝手な真似をしているんだい。なるほど、姫には通達がなかったと存じますが、この依頼は棟梁直々の命によるもの。それでも邪魔立てなさるのであれば、命を賭して使命を果たすのみ。この場所は滝行で訪れた論来幕府。ファンターレンたちとの話にも出てきたけど、どうやらこれは定常の仕組みを利用しているみたいだ。なんでもありだな。まさかアシェンの未練がこの場所を引き寄せたってのかよ。来たよ、あやかし。我が命に従いて目の前の敵を撃て。東方由来の幻獣、前にも戦ったヌエですね。姫、拙者も全力をもって使命を果たさせていただきます。面白い。ならこちらも相応の力で応えるよ。はあ、全員気張っていくぞ。何としても抑え込むわよ。だがどうということはない。姫相手といえど下がれませぬ。燃えるね。頼んだ、広がれろ。例の方、フィーバータイムだ。とっておきだぜ。そう、空よ、決めろよ。よし、行こうか、アリス。
暗記影締まり。なめんじゃねえ。ないなよ。うん、いい感じだね。霊気解放。さあ行こうか、アニエス。ドラインを開始します。行けよ。どうだよ。それ行こうか、アニエス。切り捨ててくれても構わなかったものを。そんなことを言っても現にツオはいないじゃない。だったら私の前に連れてきなさいよ。私をお呼びになりましたか？ツオ！あくまでたまたまですよ。皆さんの噂を耳にしたもので。まあそもそも目的なしに首都に立ち寄ることもないからな。それじゃあ全部嘘だったんだ。あなたが死んだこともルーケから出奔したことも。Thank you.
リー家の再興、心よりお祝いを申し上げます。ガウラン様、いえ、フェン・リー様、ルー家の娘アシェンとして千年の友好と共栄を願わせてください。ほう、愛わかった。こちらこそ改めて貴家の繁栄を願わせてもらおう、アシェン・ルー殿。ありがたきお言葉。そしてツァオ殿、どうかフェンリー様を末永くお支えください。かしこまりました、アシェン様。いえ、アシェン殿、この先立場は異なりますが、共に兵ゆえを盛り立ててまいりましょう。これで一件落着ってか。ああ、ここまでが全てやつだ。だが、アーロン、貴様何の了見で。うるせえ、部外者は黙ってろ。そう、あんたはやっぱとんでもねえな。さすがは俺が一目置いて慕ってきた博覧流。アシェンのことを見捨てたようでいて、裏ではちゃんと気にかけていて、今まさにこんな状況を作った上で立ち直らせちまうんだからな。何のことでしょう。仮にそうだとして問題でも。大ありだろ、身内、いや家族としての話ならな。あんたは今回の件でアシェンのことを泣かせに泣かせた。俺の幼馴染であり、ルー家の娘であり、それに何よりあんたにとっても大切な身内だったはずの娘をだ。それは、そう、10年以上にもわたる付き合い、その絆が紛れもなく本物であることはあんただってごまかせねえはずだ。にもかかわらずあんたは自らにとっても大切な存在であるはずのアシェンのことを傷つけた。そのけじめをつけねえのはありえねえ。そうじゃねえのか、サオリ。なるほど、それがこの手痛い一撃というわけですか。そういうことだ。今一度その味を噛みしめろよ。ええ、そうさせてもらいますよ。大きくなりましたね、アーロン。キリンジの名に恥じないくらいは。言ってろ。ラシューの小覇王、今後は期待させてもらえそうだな。だからいいんだよ、その肩書きは。大丈夫、ツァオ、かなり痛そうだけど。いえ、これ式の痛み、アーロンに言われてしまうでしょう。お嬢様が感じた痛みに比べれば大したことはないと。確かにそうかもね。本当にこれからの兵ゆえが楽しみです。アーロンはともかく、フェンにアシェン様もどうかさらなる成長を遂げて、この私を大いに脅かしてください。それが付き人ツァオリーの最後の望みです。そう、ね、望むところよ。こう見えて私も諦めは悪い方だからね。いつかあなたが予想だにしない手を打って、嫌でも無視できないようにさせてみせるわ。そうですか。
それは楽しみです。一時はどうなることかと思ったけど。ああ、ようやく区切りがついたな。ったく、ザオじゃねえが、気づかねえところで大きくなりやがった。ゲネシスが…え、何？何か光って…これって…素晴らしい成果ですね。評価ランク更新させていただきます。確かに受け取った。ははあ、文句なしだな。わかってんじゃねえか。